こんにちは、さとみんです。今日は赤ちゃんとワンコが一緒に暮らすにあたって、最初どういう感じで生活してましたかっていう質問をたまにいただくので、そちらについてお話をしていきたいと思います。よかったら最後まで見ていただけると嬉しいです。それではどうぞ。はい、ということで現在我が家には生後7ヶ月の娘と、2歳の愛犬がいるんですけど、愛犬についてはもう娘が生まれる前からうちにいて、最初迎え入れる時とか実際一緒に暮らしてみてどんな感じですかっていうご質問をたまにいただくので、今回はそちらについてお話をしていきたいと思います。そもそもペットに対する考え価値観っていうのはね、人それぞれ全然違っていて、そんなに接触させちゃうのとか、そんなに隔離しちゃうのって本当にいろいろ思う方はいると思うんですけど、今からお話しすることはこうした方がいいよとかではなく、本当にある一つの事例として我が家はこういう風にやっていきましたっていうお話なので、そんな感じで捉えていただければなっていう風に思います。まず愛犬ポテチの情報として、犬種はポメラニアンパピオンのミックスで、女の子、メスですね。で、体格としてはだいたい 3.5 から 3.8 で、今ちょっと太り気味で 3.8 キロぐらいあります。で、娘が生まれた当時は1歳7ヶ月ですよね。で、性格としては本当にめちゃくちゃ人懐っこくってやんちゃです。で、お散歩ってしてますかっていう風に質問をたまにいただくんですけど、もともと私も主人も2人とも夫婦でフルで働いていて、で、2人とも大体もう朝の6時半ぐらいに家を出て夜19時ぐらいに帰ってくるっていうことが結構多かったので、もう元からポテチを迎え入れた最初から日常的なお散歩っていうのはやっていません。これについては購入したペットショップとかかかりつけの獣医さんからも、今はねそういう家庭たくさんあるから全然大丈夫だよって、たまにはお散歩連れてってあげてねっていう風に言われていたので、そうしています。さっきも言ったようにすっごいやんちゃなので、家の中でもねめちゃくちゃ走り回ってるんですけど、毎朝30分とか毎夕方30分みたいな、そういうお散歩の習慣みたいなのはつけていません。なので、週末とか自分たち、私とか主人に余裕がある時に、2週間に1回とかにはなったりするんですけど、一緒にお散歩っていうことはやっています。そして我が家はですね、ポテチがトイレとかも完全にできるようになってからは、柵とかも置いてないんですよ。これは赤ちゃんを迎え入れる上で置いておけばよかったなっていうふうに思うんですけど、一回なくした状態からまた作って入ってって言っても入ってくれなくって、普段怒って吠えるとかっていうのもあまりしないんですけど、そういうサークルに入れちゃったら出せ出せっていう風に吠えちゃうので、娘が生まれてからもケージっていうのは使っていませんでした。ただもしもの時の災害時にポテチも一緒に避難できるかどうかは分かんないんですけど、このキャリーっていうのかな、このここは安全な場所だよっていうのは教えて、常にこれはリビングに置いています。なので一人でゆっくり寝たい時とか、あと私たち夫婦がちょっと言い争いとか大きな声を出してしまってる時に、このキャリーの中に隠れてひっそりいることはたまにあります。でもこれリビングに置くにはちょっとデザインがね、正直あまり好みではないんですけど、これもらい物なので、せっかくだからね、ありがたく使おうということで使わせていただいています。はい、そして続いては実際に娘が生まれてどうだったかというと、さっきも言ったように柵とかは使わずに、もう室内放し飼いっていう状態で、最初の新生児の頃の1ヶ月は直接接触し合うっていうのは避けていました。とは言いつつもポテチを触った手で娘を触るとかそういうことをしていたので、そこに関しては正直私たちはそんなに神経質にはなっていなかったかなっていうふうに思います。いずれは一緒に生活していくことになるから、あんまりピリピリしていてもしょうがないなって思っていたし、ただでさえ最初娘が生まれた時は私も主人も結構娘中心、も赤ちゃん赤ちゃんっていう感じになっていたから、ポテチにとってはストレスになっていただろうから、それプラス何でもダメダメっていうのも余計ストレスになってしまうかなって思ったので、こんな感じにしていました。なのでちょっとずつ近づけるようにはしていたんですけど、うちの娘はうちの娘だから、ポテチと何かあったとしても家庭内の問題で済むんですけど、例えばママ友をうちに呼んで同じぐらいの赤ちゃんと一緒に遊ぶってなった時に、
そう、友達の赤ちゃんとかにベロベロ舐めに行くっていうのは、まあ、友達はこういいよって言ってくれる子が多かったけど、まあ、中にはね本心としては嫌だって思ってる子とか、まあ、絶対に嫌だって思ってる子もいると思うので、そう、赤ちゃんをベロベロ舐めるっていう行為をやめてほしかったので、近づけ方としては我が家は生後2ヶ月ぐらいまではこう、まあ、娘がいてポテチがいて接触するのはいいけど舐めるのはダメっていう風にしていて、ポテチがこうペロっていう行為をしたら、あ、優しいね、ありがとうねって言って話すっていう感じで、優しい言葉がけをして話すっていう感じを心がけていました。で、3ヶ月ぐらいからは、じゃあ足は舐めていいよっていう風に、足を舐めてる時は、まあ、注意せずに好きに舐めさせて、4ヶ月ぐらいからじゃあ手もいいよっていう風に、まあ、あんまりこうベロベロ舐めてたらそれはねちょっと話すんですけど、そんな感じで徐々に徐々に近づける、舐める許容範囲を広げていったっていう感じです。といってもこう最近ポテチが娘に対してペロペロする瞬間って、だいたいこう口周りにミルクがついてたり、まあ、離乳食が顔とか、まあ、体とかについてる、そういうタイミングなので、そこはね私が悪いかなっていう感じで、しっかりこう食べた後飲んだ後のケアはしてあげなきゃなっていうふうに感じております。そして今は2人の関係性として、ポテチがその娘の顔をベロベロ舐めまくるっていうこと以外はほとんど気にしていなくって、なんだろう、こうもうポテチと娘が同じ空間にいたとしてもあんまりこう2人でじゃれ合うっていうことはしていなくって、なんか各々でポテチはゴロゴロしていたり、娘はね1人でおもちゃで遊んでいたりってしてることが多いです。こう接触したとしても、最近はですねポテチがというよりも娘の方がポテチの毛を引っ張ったりしていることがあるので、今度はまたそのポテチのケアの方もしっかりしていかなきゃなっていうふうに思っています。でも娘がこうハイハイできるようになって、ポテチが歩いているのを娘が追いかけるっていう仕草はもうこれめちゃくちゃ可愛いので、これは本当にペットを飼っていて赤ちゃんがいて本当に良かったなって思う習慣の一つです。そしてベビーベッドとかも必要かなっていうふうに思ったんですけど、もう主人が絶対いらないっていうふうに言っていたので、それは準備していなくって、ベビー空間、スタンド付きの高さのあるちゃんと空間を用意して、ホコリとかがなるべく入らないようにそこで寝かせるようにしていました。そして寝返りをまだしてない4ヶ月頃までは、以前動画でもご紹介したんですけど、ココナニっていうベビーベッドで寝かせていて、今は大人のベッドに柵をつけて、添い寝をしている状態になります。寝る時の並び方としては、柵があって娘、私、ポテチ、主人っていう感じで、シングルのベッドをこうくっつけて寝ている状態です。もちろんしっかり2日に1回とか3日に1回ぐらいはしっかりシーツを洗ったりレイクをこしたりっていうね、しっかり除菌をして常にね清潔な状態であるようには心がけています。まあ、ペットと寝るっていう行為は正直私もポテチを飼うまでは考えられなかったので、なのでね、そのペットを飼ってない方からしたら、え、汚いんじゃないって思うかもしれないんですけど、ちゃんとポテチを外に出た時は手てか足も洗ってるし、あと体もちゃんとシャンプーシートで拭いているので、そこはね本当にペットに対する価値観の違いじゃないかなっていうふうに思います。はい、という感じでファンコと赤ちゃんが一緒に暮らすにあたってのお話をさせていただいたんですけど、まあ、最初にお話しした通り、これは本当にある一つの事例で、お手本では全くないので、まあ、同じようにね暮らしをスタートさせてもアレルギーが出ちゃったっていう方も絶対にねなくはないので、親、パパとかママとか、まあ、親族の方にアレルギーがいる赤ちゃんについてはもっともっとねいろいろ注意すべきことがあると思うんですけど、まあ、今回お話しした内容については、あ、こういう人もいるんだみたいな感じで受け取っていただければなって思います。まあ、いずれはこれから何年も一緒に暮らしていく存在なので、最初はねこう赤ちゃんを迎え入れる上でいろいろ神経質になってしまう人もいると思うんですけど、多分どこかで、あ、もう大丈夫だなっていう風な考えに多分至ると思うので、まあ、自分たちの生活に合った共存方法を取り入れていけばいいんじゃないかなっていう風に思います。という感じで我が家の、ワンコと赤ちゃんの共存生活についてのお話は以上になります。まあ、他にも何か質問とか、まあ、私も全然プロではないのでアドバイスっていうよりも我が家はこうしたよっていうお話になっちゃうと思うんですけど、何かご意見ありましたら、コメント欄とかで教えていただけると嬉しいです。ということで今日も動画を最後で見ていただいてありがとうございます。こちらの動画が少しでもいいなって思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。